今回はイラストの挿入と写真の挿入をしていきます。このようなハイキングツアーの知らせではイラストが一つ二つあった方がいいです。ところがワードでイラストを苦手としている方が多いです。実はワードは挿入した花は固定されてて移動できないんですね。正確に言うと文字があるところだったら移動できます。 文字がないところには移動できないんですね。通常文字のないところに移動することがほとんどです。ということでそこでうまくできないとつまずいている方がお見えになります。今回はイラストを挿入し自由自在に移動できるところまで進めていきましょう。今回上級者への質問はここです。イラストが 自由自在に動けるようになるには、どの設定が必要でしょうかこれは上級者というよりも、中級者ぐらいかな。イラストの挿入を習うと、必ずすることですのでね。はい、それでは進めましょう。まずは、イラストをどこに挿入しますかというのが、一番最初の手順です。今回は、文末に挿入しましょう。それから移動という風にしていきます。 それでは文末をクリックしイラストを挿入するにはまず挿入をクリックしますそうするとオンライン画像があるのでクリックしますただここはパソコンによってオンライン画像がないという方もお見えですオンライン画像がないという方は画像をクリックしてくださいそうすると オンライン画像が表示されます。これはワードのバージョンや解像度というものの違いですね。結構この辺はパソコンによってデザインが違います。それではこの画面の方もオンライン画像をクリックします。そうするとこのような設定が表示されます。ここにキーワードを入れてほしいんですね。今回ならハイキングの案内なので ハイキングと入力します。キーボードエンターを押すと、その下にハイキングに関する写真やイラストが表示されます。最近は写真が多いですね。イラストはほとんどないという状態です。もしイラストが欲しい場合は、ハイキングの後にイラストと入力してください。 で、エンターを押すと、今度はイラストが表示されました。それでは好きなイラストをクリックし、挿入をクリックします。そうすると、イラストが挿入されました。最近のイラストは大きめに作ってあるので、紙いっぱいに表示されていると思います。 サイズ変更しましょうね。今回は小さくさせます。サイズ変更はカードの丸を使って小さくさせますが、どの丸でもいいんですが、基本右下の丸を使うことが多いです。マウスポインターを重ね、ドラッグし、小さくさせます。これで、 イラストが小さくなりました。次がポイントなんですね。このまま移動させたいんですが、移動する際はマウスポインターをイラスト真ん中あたりに持ってきてドラッグです。ところが挿入した花は移動できないんです。ということで移動できるように設定します。文字列の折り返し、全面という設定にします。 ちなみにそれが問題の答えですね。では一回設定しましょう。文字列の折り返しはこちらです。クリックし、全面をクリックします。画面上変化ないんですが、これで移動できるようになりました。イラストの真ん中にマウスポインターを重ね、右へドラッグします。 そうすると移動できるようになるんですね。サイズ変更まではそれほど難しくなく、結構皆さんされてるんですが、その後、文字列の折り返し全面がわからないという方が多いです。これから皆さんは全面にしてくださいね。そうすれば自由に移動できるようになります。ただ、この文字列の折り返し全面は移動できるようになりますよという機能では実はないんですね。 本来の意味は別です。結果として移動できるんで、全面にしてくださいとしていただいてます。では、この文字列乗り返し、全面はどういう意味かというと、一度イラストを文章中に移動させます。そうすると、イラストと重なっているところは文章が読めないんですね。これは、 文章よりイラストが前面に来てるからです。前面に設定したのは先ほどの皆さんの文字列の折り返し、前面に設定したからです。実はこれ前面だけではなく背面もあるんですね。一度設定します。文字列の折り返しをクリックし、背面をクリックします。 そうすると今度は読めるんです。なぜなら文章よりイラストが背面に来たからです。この文字列の理解しというのはそういう意味がありますね。文章とイラストの位置関係です。前面に設定するとイラストの方が文章より前に来ます。背面に設定すると文章より後ろに設定されます。実は背面でも 移動できるようになるんですが、背面にすると動かしにくいんですよ。ということで通常は前面にします。もう一つよく使うのが四角。ないしは四角形です。もう一度文字列の理解しをクリックし、四角形をクリックします。ないしは四角をクリックします。四角形と書いてあるか、四角と書いてあるかはバージョンの違いです。 四角形にすると文字がイラストを避けた形になります。通常イラストを文章の真ん中に置くと分かりにくいので左側。そうするとイラストと文章が左と右に分かれる。あるいは逆に右側にイラストを持ってくると文章が左になるという風ですね。 四角形は文章とイラストが重ならないという設定です。他にもいくつかありますが、まああまり使わないので、これは以上にしましょう。はい、それでは一旦全面に戻してください。で、イラストを過剰書きの右へ移動させます。 右下の以上が見えなくなった方は、もう一度サイズを小さくしてくださいね。はい、補足ですけども、これもバージョンによってはですが、イラストの右側に四角いマークがあります。このマークをクリックすると、文字列の折り返しが出てきます。マウスポインターを重ねると、四角形とか、 背面。前面があります。こちらを利用するのも悪くないですね。それでは次は写真の挿入をします。デジカメやスマホで撮った写真をワードに貼り付けてきます。その手順ですね。写真の挿入は今のイラストと結構似てます。それでは設定しましょう。こちらは文章変えますね。 パン教室の案内の文章で過去に撮った写真を貼り付けていきます。まずは挿入したいところをクリックし、挿入をクリックし、画像をクリックします。そうするとこういう設定が表示されますが、パソコンによっては、 このデバイスというのをクリックしなければならないパソコンもあります。デバイスというのは機械、機器ですね。このパソコンの中に保存されている写真ですよということで、このデバイスをクリックします。そうすると、どの写真ですかと出てくるので、今回はパン写真をクリックします。そうしたら挿入をクリックします。 これで写真が挿入されました。この後の手順はイラストと一緒です。サイズ変更し、文字列の折り返しをクリックし、全面にします。そうすると自由に移動できます。はい、今回は写真一枚だけ挿入なんですが、 何枚でも挿入できます。今と同じ作業を繰り返しすれば2枚、3枚、4枚と貼り付けできます。旅行行かれた時には例えばこのようなアルバムを作ることもできますね。今はスマホなどで手軽に写真が撮れますので旅行に行かれたらこのようなアルバムを作るのもよろしいかと思います。はい、それでは今回はイラストと写真の挿入につきましてはこれで以上です。 では一旦以上にしますお疲れ様でしたまた次のレッスンでお会いしましょう